これは前回のものです。ご覧の通り、森ゆう子さんは、辛くも勝ち抜くことができました。今回は、ほんの少し負けてるという情報もあります。頑張れ、森ゆう子。10年間が、日本の経済をズタズタにしたんです。あれほど大量のお金が使われて、結果として今、生じているのは、急激な円安。私は2月、3月、5月の参議院予算委員会で年金を減額すべきではないと岸田総理に、これ参議院の予算委員会で何度も使ったボードなんですよ。一目瞭然じゃないですか。先進諸国の中で、私、立憲民主党幹事長、衆議院議員の西村千奈美です。ここ、地元新潟で迎えた森ゆう子さんの大姿勢、本当に多くの皆さんからお集まりいただき、ありがとうございます。多くの政党、また多くの団体の皆さんから、森ゆう子当選のためにという、この共通の目標のために、力を合わせていただくことになりました。本当に心から御礼申し上げます。今回の参議院選挙は日本の未来がかかった選挙であると同時に、今現に暮らしている私たち一人一人の命と暮らしを守り、未来の子供たちに希望を作っていくための戦いです。物価が上がり、働く人たちの賃金は下がり、年金も下がっている。これは生活圧迫以外の何者でもありません。なんでこういうことになってしまったのか。アベノミクスの10年間が日本の経済をズタズタにしたんです。あれほど大量のお金が使われて、結果として今生じているのは急激な円安。岸田総理はロシアのウクライナ侵攻がこの物価高の理由だと言い放ってますけど、これは真っ赤な嘘です。昨年の秋から物の値段は上がってました。そしてここに至っても無為無策。また7月1日から皆さん、小麦を材料とするお菓子やハンバーガーやいろんなものが値上がりしていくんです。こんなことでは生活できない。もう皆さん、そろそろ気づいてください。日本のこの国の経済金融政策変えていかないと、私たちの命が危ない、皆さんの暮らしが危ない。今度こそ変えていく必要があるんです。そしてこの参議院選挙が終わると、最長で3年間大きな国政選挙がありません。自民党の茂木幹事長は、この参議院選挙が終わったら参議院で3分の2を取ることを前提に改憲すると踏み込んだ発言をしました。防衛費を倍増するとまで言っています。しかしそんなことしたら、社会保障費のお金はどうなるんでしょうか。年金をこれ以上減らすんでしょうか。あるいは子どもたちへの給付をもっと少なくすると言うんでしょうか。そんなことは決して認められない。この参議院選挙で私たち一人一人の意思をしっかりと示していきましょう。岸田政権は見た目はソフトでした。新しい資本主義、令和版の所得倍増計画、いろんな看板を出しました。最初は私も期待していたけれども、時間が経ってみて分かったのは、なんてことはない。看板倒れの安倍カーボンコピー内閣だということです。所得倍増は格差倍増にしかなりません。どうか皆さん、森ゆう子参議院議員、どうかこの新潟県選挙区で立たせていただくことによって流れを変えることができます。皆様のお力をぜひいただきますように、私も精一杯、力いっぱい応援をすることをお誓いして、党本部代表しての挨拶とさせていただきます。どうぞ皆様よろしくお願いいたします。皆様おはようございます。本日参議院議員選挙立候補いたしました森ゆう子、森ゆう子でございます。暑い中、皆様がこのように第一声出陣にお集まりをいただきました、誠にありがたく、心から厚く御礼申し上げます。本当にありがとうございます。本日を迎えるにあたり、さまざまなことがございました。各政党それぞれが皆様独自の候補を擁立できる政党ばかりでございます。
しかし、いろいろな思い、いろいろな違いを乗り越えて、6年前と同じように、もう一度、結集をいただきました。改めて、熱く御礼申し上げます。本当にありがとうございます。6年前、市民と野党は一つ。これを合言葉に、私が預かさせていただいた、その議席は、本当に尊い。あまりにも尊い。この国の民主主義を取り戻す、立憲主義を回復する、生活に苦しむ人々を助ける、格差をなくし、若い人たちが希望を持って働き、そして子供たちに輝く未来を約束するための、二度と戦争を起こさない、平和な国を守っていく、そういう思いを託していただいた、あまりにも尊い、尊い一議席でございます。私は何としても、どんなことがあっても、この戦いで必ず、必ず皆様からお預かりした議席を守ってまいります。どうか最後までのご支援をよろしくお願いいたします。アベノミクスは失敗でした。結局儲かったのは都会の大企業、そして大金持ち、格差は拡大した。本当に生活は苦しくなった。そのうちに恩恵があるから待っていなさい。でも何もなかったじゃないですか。そしてそのアベノミクスの負の遺産で異常な物価高、皆様の生活を、職場を襲っております。私森裕子はアベノミクスの負の遺産、異常な物価高、そしてそれに対して何もしない岸田インフレと戦います。岸田インフレから皆様の生活を守り、そして働く人たちを守り、地域の経済を守るために戦ってまいります。年金、なんでこんな時に減額するんでしょう。私は2月、3月、5月の参議院予算委員会で年金を減額すべきではないと岸田総理に訴えました。でも残念ながら聞く耳は持っていませんでした。確かに若い人たちに負担を先送りするな。でもね、今回年金財政確かに400億円浮くんです。400億円。でも今の状況で年金下げたら消費が滞って、地域経済が悪くなって、結果として企業の業績が悪くなって、そして若い人たちの給料がまた減らされるんですよ。なんで同じ失敗を繰り返すんでしょうか。そして、あ、ボードないかな。もう一目瞭然だと思って、私選挙の時やったことないんですけれども、これ参議院の予算委員会で何度も使ったボードなんですよ。一目瞭然じゃないですか。先進諸国の中でこの30年日本だけが実質賃金が下がり続けている。小泉構造改革、そしてアベノミクス、耳障りは良かったけど、これが結果なんです。そしてこのことが、若い人たちが恋愛をし、結婚をし、子供を産み育て、家を建てる、希望のある、普通の生活をする、そういうことを阻んでいる。皆さん、賃上げこそが日本を救う。私はこれをスローガンに頑張ってまいりたいと思います。まあ与党がなんか、賃金上げるの簡単だって、何かの討論会で言っていたようですけど、だったら上げてくださいよ、今までに。何もできてないじゃないですか。賃上げこそが日本を救う。そのためには税制を抜本的に改革する。金持ち優遇、大企業優遇の税制そのものを抜本的に改革する。そして今、インボイス。これは今、中小企業の人たち、不安におののいている。インボイス、私たちは廃止法案提出しました。そして中小企業、しっかりと支援をして賃金を上げる、全力でやらなければなりません。年金は物価高に負けない年金。さっき400億円と話しましたけど、皆さん思い出してください。世紀の愚策、究極の税金の無駄遣い。あのアベノマスクに一体いくらかかったでしょうか。500億円ですよ。私は反省しております。国会でもっともっと
厳しく、もっと厳しく政権を追及すればよかった。もっと激しく皆様を守るために戦えばよかった。税金の無駄遣いをなくして、そして今一番深刻な少子化、人口減少、少しでも抑制する、そのために全力を尽くしてまいります。思い切って子育て予算倍増しましょう。子ども家庭庁を作ったけど全然予算、防衛費はすぐに倍にするっていうのに、子育て予算、教育予算、何度も何度もみんなが聞いたけど答えないんですよ。もう国の存続の危機ですよ。今すぐに倍にする。本当に安心して子育て、そして教育を受けられる、そのために全力を尽くしてまいります。昨日、核禁止条約締約国会第1回ウィーンで開かれました。日本は望まれていたのにオブザーバー参加もしなかった。同じように米国の核の傘にいるドイツなどは参加したんです。唯一の核被爆国として、日本こそが核なき世界を目指していく、そのリーダーシップを取るべきではないでしょうか。自分たちの国は自分たちで守る、この気概で本当に国民の皆様の命を守る防衛をしっかり体制を築くことは重要です。でも皆さん、安全保障のジレンマ、こちらが軍備増強すればますます緊張が高まって、再現のない軍拡につながる。ウクライナゼレンスキー大統領がオンラインの国会演説で言ったように、平和国家として歩んできた日本に期待されているのは、プーチンに壊された世界の平和の秩序を再構築することではないでしょうか。平和憲法のもと、国連改革などに積極的に取り組むべきと訴えたいと思います。そしてウクライナ戦争で明らかになったことはいくつもある。原発リスク、皆様を守り、そして新しい自然と農業と調和した再生可能エネルギー中心の新しい地域社会を作るために全力を尽くしてまいります。さらに農業です。もう食料自給率の向上こそが最大の安全保障ではないでしょうか。肥料の価格2倍3倍、もうやってられない。お米の値段は下がる一方、今こそ個別所得保障制度を完全復活、さらに充実をして食料自給率の向上に全力を尽くしてまいります。皆さん、物価高速攻薬があります。消費税の減税、ガソリン税の減税です。今すでに世界でいわゆる消費税など付加価値税減税に踏み込んでいる国は、あるいは準備をしているところも入れれば90カ国以上になります。なんで外国にできて日本にできないんです。そして大企業富裕層の減税は簡単に行うのに、なぜ庶民をこの物価高から守る消費税の減税は行わないのか。私は消費税時限的 5% の減税に向け、これからも皆様を代表して戦ってまいります。最後に、私は立憲民主党拉致問題対策本部長を務めさせていただいております。初当選以来拉致問題に取り組んでまいりました。もう時間がありません。先日も横田早紀江さんから、なんとか糸口を見つけて解決してほしいと切なる訴えをいただいたばかりでございます。拉致問題の解決に全力で取り組んでまいります。厳しい戦い、権力との壮絶な戦いであります。石にかじりついてでも勝利をつかみたい。どうか皆様、私森裕子に皆様のお力をお貸しください。心からお願いを申し上げまして、第一声とさせていただきます。暑い中、皆様本当にありがとうございました。18日間よろしくお願いいたします。ありがとうございました。力強い訴え。